多くの操作を伴うゲームでは崖から落ちることができるわけですが、その仕様もいろいろあります。もちろん良し悪しだってあります。まずは単純に崖から無条件で落ちる仕様。昔のゲームの多くはこれでしたが、よろしくないことが少なくないので、これで良いのかどうかを見極めた方が良いです。次に、移動中は落ちて、アクションは落ちない仕様。アクションによるちょっとした前進時に崖からいちいち落ちてると、動作キャンセルされたかのようでよろしくないことが多いです。例えば攻撃時の踏み込みでは崖から落ちないようにする。次に、アクションの中でも落ちるものと落ちないものが決まっている仕様。これはだいぶ真っ当です。例えば前方回避などでは落ちなくて、突進攻撃などでは落ちるとか、速度の引き継ぎなどにも注意しないといきなり高速で踏み切るようなこともありますね。スマブラの場合、例えばフォックスイリュージョンなどは崖でとどまります。ファルコンキックの場合、崖から飛び出します。ただし最後の方では落ちないようになっています。崖際で使うにはリスキーなドリブダッシュ、最後の方は崖で止まれます。ゴロゴロ卵などでは踏切時の速度などもパラメーター設定して制御します。崖際の振る舞いの話に戻りますが、 3D ゲームでは崖をグッと押すと落ちるとか、進行方向に対する崖際が浅い時に落ちないように保管するなどの仕様も有効です。落ちるのが当たり前だと思いがちな崖際、これだけでもこんなに多くのことが考えられるわけですね。崖際をオートジャンプするような作品もあります。作り手はテストプレイ中の違和感を見逃さず、適切な仕様を目指してみてください。